今川家からの独立を果たしまして、永禄5年、徳川家康は織田信長と清須同盟を結びます。以後、信長と共に天下統一の戦いに乗り出していった徳川家康なんですが、その後も次々と試練が襲ってまいります。甲斐の国に本拠を置きます武田信玄が元亀3年、家康の領国である遠江の国に侵攻を開始いたします。武田勢は徳川氏の本拠浜松城と市城の掛川城、高天神城を分断するために二俣城という城を包囲しまして、これを阻止しようとする家康は一言坂の戦いで武田軍と対決するんですが敗北します。二俣城は天竜川沿いの断崖に井戸櫓を築き、鶴瓶で天竜川から水を汲み上げていました。そこで信玄は大量のいかだを天竜川の上流から流しまして、井戸櫓の柱に激突させまして破壊し、二俣城の水の手を断ちました。大変奇策を使って二俣城の水の手を断ったということです。二俣城はついに降伏しまして、遠江北部を制圧し、浜松に向かった武田勢と城近郊の三方ヶ原の大地で家康は戦うことになります。これが三方ヶ原の戦いです。さて、武田信玄と戦うことになった徳川家康、一体どうなるんでしょうか。次回以降の動画で見ていきたいと思います。